の国では絶対見られない光景ね。チャッピー、もっと下へ行きましょう。王女様、学校に来たんじゃないぞ。さ、分かっています。明後日の晩までに私にそっくりな女の子を探せばよいのでしょ。そうさ、さちゃんと時間通りに帰らないと国王様にお目玉くらっちゃう。さっさ、でも下へ行かないと探せないわ。さ、行きましょう。了解さっさ。本番いきます。シーン45カット4。ん、監督お願いします。ああ、ここは大事なシーンだからもう一度チェックしてみようか。チャッピー、向こうへも行ってみましょう。ちゃんと探す気あるんですか。遊んでるみたいな気がする。さっさ、そんなことないわ。オッケー、みんなスタンバったな。本番よーい、スタート。ん、まずいわチャッピー、人に見られてしまったわ。あなたは何も見てません。気にしないでください。カット、カット、カット。監督、アイコ、あー、まだ帰ってないか。もう締め切り前の忙しい時に。ああ、ゆめ子、いいわ。はい、野々原です。なんだ、あなたか。なんだ、ないだろう。ああ、そんなことはどうでもいい。ひめ子は？ん？部屋にいますけど？いや、そんなはずはないぞ。今さっき、新宿の街をほうきに乗って飛び回ってた。締め切り間際で気が立ってるのよ。何でボケたこと言ってんですか。いや、確かにこの目で見たんだ。あれは絶対ひめ子だった。わかりました。ひめ子、お父さんから電話。はーい。あっ、あっ、うん、あ、いたたたたた。どう、これでご満足？ああ、確かにひめ子だと思ったんだが。映画のストーリーとしては面白いかもね。じゃあ、あれ、電話は？うん、もういいの。なかなか見つからないものね。ひめ子、行ったぞ。オッケー、見た。やっと見つけたわ。これからびっくりさっさ。じゃーん。大丈夫か、ボールは。この通り、ほら。おお、すごいよ、天馬。ない日でしょ。一緒に帰ろう。どうしたの、その格好。キャッチしたんだけど、下が水たまりでね、制服が泥だらけになっちゃったの。それで午後の授業ずっと体操着だったわけ。なんだかわかんないけど、かっこいい。完璧に男だね、こりゃ。あー、ひどいっちゃんってば、私の姫ちゃんに。それを言うなら、男らしいと言って。フォローになってないよ。こらー、またんか、小林。こら、待てー、逃がさんぞ小林。校内でのローラスケートは禁止だと言ったろう。そっちは行き止まりで。もう逃げられんぞ。何の真似だ小林。サンキュー先生、さよなら。小林。
直撃地に来るんだ。いいな小林。やなこった。一中の反逆時、小林大地かっこいい。あんた何でもかっこいいだね。いいじゃない、本当なんだもん。ま、わかる気もするけど。でしょ先生、さようなら。お、大地ってスポーツマンだし、やること派手だし、顔もまあまあだし。でもタイプじゃないな。私はやっぱり物静かで理知的な人が。それって長谷倉先輩のことみたい。え、長谷倉って？先輩よ、姫ちゃんの演劇部の。もしかして姫ちゃん先輩のこと。な、何言ってんのよマナミったら。なんで長谷倉先輩が。僕がどうしたって姫ちゃん。は、長谷倉先輩。そのあてぶり、さては悪口でも言ってたな。まさか先輩はかっこいいって噂してたんです。また調子のいいこと言って。それにしても相変わらずだな、その格好は。先輩、帰る道々も受験勉強ですか？ああ、これ単語って歩きながらだと覚えやすいんだよね。へえ、大変ですね受験生は。頑張ってください。ありがとう。それじゃあ。先輩。え？いや、その、ふれー、先輩、頑張れ、先輩、なんだ、違うみたい。好きな人だったらあんなことできないもんね。やっぱり渡せなかったよ。リボンはあの子に似合いそうだわ。もしかして姫ちゃん、先輩のこと。明日は先輩の誕生日。3ヶ月も前から受験のお守り買って、絶対渡そうと思ってたのに。おこた、私には好きですなんて言えないよ。入るわよ、姫子。これ、アイロンがけしたから、置いとくわね。ありがとう。なに？お姉ちゃんって、女の鏡だね。どうしたのよ、急に。やーね。お料理上手だし、家事全般こなすし、女らしくて美人だしさ。私が男だったら、絶対結婚したい。何言ってるのよ。つまらないこと言ってないで、早く寝なさい。愛子お姉ちゃんみたいだったらな、きっと自信が持てるのに。ポコタ、ん？なんだか怒ってるみたいね。弱気の私を怒ってるの？そうよね、私は私だ。そんな弱気でどうする。明日は絶対プレゼントを渡そう。いけいけ、ゴーゴー、ジャーンプ。また飛び跳ねてる。あのジャジャウマ。きちった、先輩一。頑張るぞ、お。そうだ、ポコタに代わりに押してもらおう。ダメだ、少し休憩して気分転換しよう。
たかがお守り渡すのに何やってんだかさっさ。きっとあなたにも分かる時が来るわ。風が気持ちいい。この辺りって通るの初めてだな。知らない道ってなんだかワクワクしちゃう。先輩はきっと何度もこの通りを歩いてるんだろうな。先輩の匂いが残ってるかもしれないから空気いっぱい吸っとこう。ん？わあ、古い家。空き家だよね、これは。立ち入り禁止？そう言われると興味が湧くのが人情ってもんよね。あ！へえ、どれどれ。なんだお前、何やってんだよこんなところで。クロールなっちゃって。面白くねえぞ。ごめんね、ここあなたの家なの？どうしてこんなとこに人が住んでると思うんだお前は。ほら出てけよさっさと。立ち入り禁止の札が見えなかったのか。小林くんだって中に入ってたじゃない。どうして俺の名前知ってんだ？だって私同じ中学だもん。 1B で隣だし。私、ああお前は女なんだ。いっていきなり何すんだよ。失礼ね。どう見たって女の子に決まってんでしょうが。先輩、嘘、見られてた今の。こんにちは。こんにちは。珍しいね、今日はどうしてこんなところにいるの？はい、私ちょっと散歩してて。先輩はこれから塾ですか？うん。なーに赤くなってんだよ。へー、頑張ってくださいね。ありがとう、姫ちゃん。おてんばはほどほどにしとけよ。最悪。姫お姉ちゃんは？ご飯いらないって。頭痛いんですって。大丈夫かな？平気平気。あの子のことだ。明日になれば今日の分まで食べるって。どれ、姫子のコロッケ一つもらおっかな。あ、夢も！ダメ！あんたを半分にしときなさい。じゃあ夢メロン！それは母さんがもらうの。ずるいよ！ひどすぎる。どういう親だ。先輩思いっきり呆れてた。最低、あんなとこ見られちゃうなんて。おまけにお守りはどっかに落っことしてきちゃうし、不幸のどん底を絵に描いて額縁に入れたみたい。おしとやかで可愛い女の子になりたい。こうやって目を閉じてそーっと開けたら素敵な女の子に変身してるといいのに。なんてね、そんなことあるわけな。私がもう一人？鏡か。こんなところに鏡があるわけないでしょ。それに髪の毛も長いし、リボンなんかしちゃって。はじめまして、私エリカっていうの。お部屋に入れてくださる？神様に誓って泥棒ではありません。だから大きな声は出さないで。真っ当な人間が窓から入り込もうとするか？
ごめんなさい。驚くのも無理ないと思うけど、大事な用で来たの。大事な用？そう、とっても大切な話なの。信じて。その証拠に顔が同じでしょ？なんか説得力があるな。で、その大事な話ってのを聞こうじゃない。実は私、魔法の国の王女なんです。あ、お母さん！魔法の国ではね、代々王家を継ぐ者は実用できる魔法のアイテムを一つ発明しなければならないの。チャッピーのような魔法のほうきは私のヒーヒーヒーおじい様が発明したものなの。私も王位を継ぐためにこれを発明したの。リボン？そう。この人間界に存在する人なら誰にだって変身できる魔法のリボンよ。はあ、嘘じゃないさっさ。それでね、このリボンが本当に魔法の国で役に立つアイテムかどうか調べるために1年間あなたに使ってもらいたいの。あたしゃモルモットか。代々からの決まりで仕方がないの。人間界にいる自分とそっくりな顔をした人を探し出して試してもらうことになってるの。もしあんたがこのリボンを悪いことに使ったりして役に立たないアイテムだということになったら、王女様は次期王位継承権を失うことになるざっさ。そんな重大な役目私には無理だよ。大丈夫、あなたこそこのリボンにふさわしい人だわ。お願い使って。自分以外の人間になれるって素敵なことよ。もしかしてお姉ちゃんにもなれるの？もちろんよ。試しに変身してみればわかるわ。まさか。左手を出して。ええ。その時計とリボンが反応し合って変身できるの。ただし変身できるのは鏡の前か自分の姿が映るものの前よ。時計の蓋を開けて。時計をした左手を上にして両手を顔に当てて、そしてパラレルパラレルお姉ちゃんになれって言いながら外に円を描くように手を回すの。なんだか怖い。勇気を出しなよ姫ちゃん。そうそう、リボンをつけている間は一つだけ何かをお供につけることができるの。あなたの場合このぬいぐるみだったのね。じゃあ本当にお姉ちゃんになれるんだ。うん。リボンと腕時計がそのペンダントに変わるの。へえ、素敵。変身は1時間以内よ。そういえばお姉ちゃんに借りたイヤリングがあったはず。ちゃんと聞いて、大事なことなのよ。はい。
元に戻るには同じ呪文を逆さに言ってね。3分前になったらそのペンダントが知らせてくれるわ。わかった？くれぐれも気をつけて使ってね。はい。イヤリングイヤリングっと、あったやっぱり渡す相手を間違えたじゃないか、サッサ。ちょっと不安になってきたわ。大丈夫、姫ちゃんには僕がついてるから。今は憧れのお姉ちゃんになれて嬉しくてしょうがないんだよ。そうね。素敵素敵、お姉さんに勝っちゃった。ポコタポコタ、いいものもらっちゃったね。姫ちゃん、リボンの注意書きをよく読んでおくんだよ。聞いてるの？そうだ、お姉ちゃんに変身してハセクレ先輩にお守り渡しちゃおう。パラレルパラレル、愛子お姉ちゃんになれ。大丈夫かな。次回